聖教育チャンネルへようこそ。はい。今回は2月の9日、立教大学の全学分入試の問題を見ていこうと思います。えー、では早速いきましょう。はい。どんどんね、河川と空欄ごとに問題を見ていくことにします。では早速、貨幣が流通では河川部1からいきます。はい、えー。このお金を流通させるために711年に朝廷が出した法令。えー、もちろん、はい。蓄線除衣令ですね。 はいで次です、えー。今度平安京に河川部が来てましてはい、えー、これですねはい。いわゆる特性総論の時の2人の組み合わせです。えー、これ藤原のおつぐと菅野の間道ですから答えが C ということになります。はい続いて、はい、前筑前の神ちょっとこれを前からいきますね。 シナギの有力な商人で軍人であった超方ウ・と公益を行った全地区の神が密告をされて配慮されたとい本謀反の疑いと。で、これ誰かという問題ですね。で、えー、これなかなか難しいかもしれません。で、えー、答えは C です。この分野の宮田丸です、えー。これね、えー、一応消去法で解いてもいいと思います。はい。まず藤原住友さんは、 これはあくまで国司でね、えー、後に海賊化した人です。広次はそもそも740年ですからね、もう時代が平安時代でありえないですね。えー、だから広次は消えていくと。そして源孝明は別にこれあの969年に左遷された左大臣ですから、全然違いますね。まあだから消去でも C だということになります。はい、では次です。はい。 えー、室町幕府の財源直轄料である E、えー、まず早速ここ、はい、ご領書が入ります。量は料理の量です、はい。続いてですね、えー、日民貿易の、はいえー、輸入税である空欄も重要な財源。はい、これ、えー、中文線ですね。 はい、利益の10分の1を納めるってやつです。これが中分線です。はい。で、続いてですね、遠隔地間の年貢米や商品、手形で掲載され、為、え、替、ー、取引も活発化。じゃあ、河川部4。この手形のことを、もちろん、はい、割りふと書いて、財布というんですね。はい。続いてですね、はい。 釘川、えー、自社を本所と仰ぐもの、ね、その座があったと。はい、5番目です、えー。では座の問題です。まず、クロールどころを本所とした登録五輪、朝廷がバックアップで積戦免除、これ、丸でしょう。はい2位、えー、岩清水八幡宮を本所とする綿座、はいこの段階でツですね。 えー、もちろんこれ、綿沢、北の、おあうです綿沢、祇園者ですね、ごめんなさい。祇園者が綿座です。祇園者が綿座です。で、その他ですね、はい、北の神社が酒麹座。酒麹ですね、えー。で、続いてですね、えー、 あれですねえー、そのほか、擬音社が今回の綿座、酒工事ですね。で、次に大山崎油座ですね。大山崎油座は、石清水八幡宮です。だから、もしこれを残すんなら、こっち側を油にしなくちゃいけない。いずれにしても丸、バ×よって答えが B ということになります。はい、じゃあ、戻します。 で、無論、えー、ごめんなさい、河川部 6, 6ですね。氷菓子など金融業を営むのはい。で、当時の氷菓子、どれか。ということで、答えは、はい、酒屋です。車尺は、これは運送業者。えー、そして、これは庶民金融ですから、庶民金融ですね。 えー、みんなで普段から積み立てておくってやつですね。はい頼もしいは無人です。では次戻します。室町時代に都市も発達。は,はでははの後です、えー。はと呼ばれた豪商に四川上がなされた堺。はい堺です。ということで、えー、はは江合衆でしょうね。江合衆。はい。 で、その後飛ばしまして、河川部7、神仏への希少も焼き、その灰を入れた水を1機の参加者が回し飲んで団結を固める。はい、このことを何というか、まあ、このことをですね、はい、1味はい、人水、もしくは一味同心でもいいです。同じ心ですね。 同心、えー、と書いてもいいです。どちらでもいいですよ。一味人生、一味同心。はい、どちらでも構いません。はい、じゃあ次です。商業活動が、はい、来てます。ということで、はい。えー、商人の道を解いてる。商人の正当性を解いた。答えは石田梅岩ですね。えー、これをはい、進学と言うんです。進学。 はいで次ですはい空欄に、はい、空欄にの直前まずですね江戸に越後屋呉服店を作ったら誰誰ということでこれ三井三井高利ですねはいで空欄のその前ですね この前。江戸でも旗本五金の俸禄前の換金に当たった。ということで、方は、はい、札差しでしょう。はい。で、もうちょっといきます。河川部9、はい、尾形光臨では、尾形光林の作品、まず A ですが、はい、この A は、はい。 松、えー、林,林図屏風で書いた人が長谷川東博です。はいそして B これがはい紅白倍図屏風ですね。はい紅白倍図屏風。えー、だいぶ立教も画像が良くなりましたね。 で答えがこれです。尾形光琳。ということで、答えはこれです。まあ、早稲田のですね、文学も同様の写真問題でますからね、同じもの出るかもしれませんから、よく見直してくださいね、受ける人。そして C。見返り美人図。はい、菱川諸信です。 えで、ー、が、はい、えー、周東山水図ですね。はい、雪舟です。ということで、今回は、はい、B ということになります。はい、では戻しましょう。で、その後は、はい、周運。周、えー、運といいます。まあ、船の話です。えー、では、その周についての問題が全部10です。はい、ここですね。 内海、はい、船、内、は、海、い、船を、まあ、選ぶということになります。まず A ですが、はい、これは蝦夷、はい、地に行くわけですよね。蝦夷地の締めかそを西日本に運ぶ、つまりこれは西回り航路、西回り航路を通った船。ということで、北前船です。そして B、北半島を拠点に。 瀬戸内海や江戸を結ぶ答えはこれです。真小型の川船で河川や湖沼の水上運送に用いられるまあこれ、高瀬船ですね。二役が早く先以外の船を上積みにもそして安価に運搬これはないです。 これ、この酒以外というのをなしにして、酒だけにすれば、これ、樽改選です。酒などにすればね。はい、では11番です。11番じゃないか、まだあるのかあ ?11 番でいいんだな。はい。えー、このお幕府のお金の話です。さて、えー、では1番からいきます。 まず、金座。はい、金座はですね、はい、江戸と京都に置かれてます。だから、大阪。ここが×です。はい、大阪が×。はい、これが×。そして、えー、後藤正三郎はいいとして、係数貨幣だから×ですね。これが京都。ここが係数貨幣です。まあ、とりあえず×です。で、銭座。 銭沢、ゼニーは近江、坂本と江戸をはじめ、その他全部でどんどん広まって10箇所です。だから4箇所が×。ちょっとこれ難しいですね。後半の歓迎通報はまあいいでしょう。ということで、これは、はい。えー、××ツ。答えは、はい。でということになります。はい。で、12番です。 えー、12番ですが、改定された皇帝相場。でですね、まずこれ、なんですかはい、元六年間、はい、元六年間だから、まあ、1600年後半から1700年にかけてです。でですね、えー、実はですね、もともと、1両が、はい、1両が、はい、えー、銀五十門目だったんですね。 これが、はい、1700年から、えー、60問目になるんです。だからこの段階でもうこういうことになります。で、ゼ二四関門だから答えは C です。はい。で、ちょっと戻しまして、先に空欄の兵いっちゃいましょうね。えー、その後はい原文金銀作ったのは誰、はい、吉宗です。なんとかの改革だから兵はもちろん とということになりますはい。で、最後にこの元禄小判がちょっとあるので、その問題ですね。はい。今回、基本的にね、えー、まあ、立教はどこもこの論述形が出てるから注意していきましょう。で、えー、まずね、えー、確認したい点が何か所か。1つ目。はい。まず、えー、2つの用語を使う。そしてですね、いいですね、2つの用語を使う。で、五十字。 で使用した用語は、はい、枠で囲めということです。で、元禄小判ですが、基本的に、はい、どうなるのか、はい、まず、えー、ちょっとね、考えていきましたね、慶、は、長、い、から元禄に質を落としたんですね。で、その結果、はい、差額が出ると。 差額ですねその差額に当たるのがこの出目ですね。この結果、はい物価が上がると。ということで、物価上昇、この絵と木を使っていくことになります。はいではですね、それを文章化していきましょう。えー、金の、はい。 含有量を減らした減則金銀を中増 C 点、えー、差額の利益のことをデメって言いますね、デメ。 デメ、はい、を収益としたと。まずこれが目的ですよね。はい、今回は、はい、目的と影響ですから、目的はこのデメを出したんですよね。デ、は、を、い、収益。一応、ここじゃ予定通り囲んできますね、デメ。 で、影響としてははい、そのあとです。はい、貨幣価値の下落。はい、貨幣価値の下落。は貨幣価値の下落は物価上昇を招いたと。ちなみにですね、まあ、一応、この物価上昇も同じだから囲んでおきます。はい。 これで大体46字です。えー、全部この句読点も含めてです。はい。ちなみにですね、国、えー、に載ってないものとしては、例えばですね、いわゆる財政難、はい財政難に対してのですね、えー、まあ対応、えー、まあそういうふうな内容を少し入れてもいいと思います。えー、さらにですね、えー、影響でもうちょっと伸ばしてですね、 えー、まあ、庶民の生活が困窮したとかですね、えー、そこまで書いても構わないと思います。まあ、とりあえず必要なのは、まず、この、お何のためにしてのか、要するに利益を出すための目的、これが一つ目。そして結果として、この物価上昇したの影響、はい、この2箇所のおポイントしかないはずです。はい。えー、では、次いきます。はい、でかい2番です。じゃあ、早速いきます。 1>, 1番目。はい。19世紀前半。では、あまず1番目です、えー。この時期に行われた幕政改革と関連する資料。で、まあ、これ、有名な資料ですね。まあ、キーワードはここですよね。はい。えー、江戸人別に入り騒動を消して、えー、事故を消して相ならずダメだと。はい。ということで、戻れって言ってるわけですよね。 とということでもちろんこれは、はい、えー、人開しの方、もしくはあ人開し例でもいいです。はい。で、江戸にいるなって言うんですね、さようの託はそう,そうどこで呼び戻せ。その地元に呼び戻せですから、答えは村方に決まってますよね。これ、江戸に呼び戻せどうするんだってね。 江戸に行けないっつってんのに江戸に酔い戻せせてありえないです。はい。で、続いてですね、本文ですが、森尊号が、あここから関係しましょう。森尊号が撃退される事件。森尊号事件です。はい。で、これに対して、はい。渡辺崋山や高野長屋が処罰された事件。もちろん、はい。番社の極ということになりますね。 はい。では次です。さあ、戻しまして。まず、これ何ですかああ、これ3番目、河川部3はまだあとなのかじゃあ、ちょっと上の空欄、埋めていきましょう、空欄。まず、はい。えー、幕府は打払いで改め42年何択を発した。 はい、これ、えー、普通に、はい、天保の浸水給与例でしょうはい、天保の浸水給与例です。はい、続いて、1853年に大統領の空乱の告訴を携えた、はい、えー、ペリー。 はいこれ同じような問題もあちこちで出てますね、もちろんこれ、フィルモアです。え同時の置かれた学習院でも出てましたね、確かね。はいそして、えー、日米和親条約を締結した後今度これですね、これもよく出ますね、空乱戦争が起きて、天津条約が結ばれると。はいということで、これが、はい、アロー戦争です。 よくこれ、アヘン戦争と間違,えように間違える人がいるというところですね。はい。で、さらに戻して、どんどんいきます。2番目、1905年、日本はアメリカとの間で空欄を合意したと。はいまずこれは、桂・タフト協定。よくこの桂・タフトと石井ランシングがシャッフルされて出ますよね、恒例です。 で、この結果、はい。えー、まあ、日本は韓国支配をしていくと。で、河川部さんのこの韓国併合の話が来たと。じゃあ、戻していきましょう。で、そのあたりです。この後に起きたものの並べ替えということになります。はい。まず、A からいきます。はい。シーメンス事件、ジーメンス事件が1914年。第二、ニー・サイオン内閣が総辞職した。 はい、これが、はい、1912年。えー、侵害革命が起きたのが1911年。えー、そして、二コシ団増設が、ちゃんと見てくださいね。議会を通過したのは、ずっと後なんです。これ、1915年ですね。大熊の時です。大熊二です。ということからいきますと、答えは、はい、C、B、A、D。 とといいうことになりますはい、では戻しましょう。続いて、ですね次の段落でいいのかな、もうはい、まずここです、はい、パリで講和会議が開かれた、はい、でその後なんとか調印、もちろんこの方はベルサイ条約でしょう。ベルサイ条約ですね。 では、このパリ講和会議の4番目。では、4番目絡みの問題を見ていきます。この時の全権、全権2人いますね。えー、西園寺金持ちと牧野信明。今回、内大臣としてるかなはい、牧野信明でしょう。西園寺は後に元老ですからね。はい、じゃあ次です。 日本は赤道浴の旧ドイツ領の、はい、南洋諸島のなんとか権を得た。これもよく出ますね。今回もあちこちで出てます。はい、委任統治権ということになりますね。はい、で、その後です。はい、河川部5です、えー。とりあえず、まあ、ワシントン会議の話ですね。はい では河川部5関係のところです、えー。正しくないものを選ぶまず海軍の軍令部は7割を主張した。はい主張したのは7割これ、えー、問題ないですよ。はい、えー、丸です。そして英米日仏位が5対5対3対1.67対1.67丸ですよ。 C、第二次山本内閣が陸軍4個手段を削減。こんなことはないですね。これって、はい、宇垣軍縮です。宇垣軍縮はいつかというと、これ、あれですね、加藤隆明内閣です。加藤隆明内閣です。はい、だから答えは C です。えー、D ですが、はい、ハーディングが召集。ハーディングもよく出るから覚えておこう。 はいでは戻します、えー、続いてですね、はいえー、4番目です。空欄の前から、1943年、東条が占領地域のアジア各国の代表を東京に集めて空欄を開いた。もちろん、この都は、はいえー、大,東あ大東亜大東ア会議ですね。はい、大東亜会議。 はい、で6番目、日本による支配は戦争のための資源調達を第一とし現地の人々を抑圧するものであったとでは河川部6ですまずですね、はい、日本が連合軍の捕虜労働者を用い東南アジアに建設し数万人の死者を出した鉄道は何か。はい、これね結構 こう書けないと思います、えー。答えはですね、対面鉄道です。はい、対面鉄道。はい、え対、ー、は対ですね。面面といってのはこれね、ビルマのことです。現在のミャンマー。これを結ぶのが対面鉄道です。はい。えー、戦場にかける橋という映画がね、えー、この時のことを描いた有名な話です。はい。 えー、これね、えー、この一部がですね、えー、現在、あの、安国神社の境内にあるですね、優秀館という博物館に展示されてますんでね、えー、まあ、気になったらちょっと検索してみて、画像を見てみるといいと思います。では、7番目です。えー、まず7番目というか、もうそれいいのかなえー、ちょっとごめんなさい。7番目、これか。はい。 アジア各国での各地の抗日運動の話。では、7番目。これ結構ね、難しいかなと思います。まず1番目。国民党が下北に海洋方向を設定し、ゲリラ作戦を展開した。ゲリラ作戦といったら基本的にですね、共産党です。だからこれ、×です。これ、共産党ですね。はい。共産党がですね、えー、いわゆる 第8路軍といってそれでパワー路軍と読むんですけどもゲリラ戦を展開したんですね2番目ベトナムホーチミン、えー、ベトナム独立同盟フィリピンが、えー、フラブラハップこれ丸ですこれちょっと難しいです一応用語集載ってますけどまあちょっとねこれは取れなくてもいいかなと思います答えは C ですで8番目です えー、8番目はどこか、はい、ポツダム宣言を受託した、はい、その時の、はの、い、首相即答で鈴木貫太郎、ボーラス問題です。これでボーラス問題です。はい、ボーラス問題です。<laughs> で、次です。9番目、えー、占領政策、非軍事化、民主化。はいで、今回、正しくないものを選ぶと。 ということになります。まず、公職追放各界の指導者。はい。えー、職を問われた。第二の農地改革。はい。五丁部を超えている分がダメ。来ましたよ。答えはこれですね。はい。第二次は一丁部でした。五丁部は第一農地改革。だから答えが B です。はい。 まあ、あとはさらっとだけ見ますと、はい、えー、地方自治法、市長公選ですね、内務省廃止、労働参法、労働組合法が最小、労働組合法、労働関係調整法、労働基準法の順番で、ね、45、46、47、1年違いということになります。はい、そして次、はい、朝鮮戦争ですね。えー、もちろん朝鮮戦争の休戦が結ばれた場所、反門店、これもボーナス問題ですよね。 さっきの7がきついけど、こういうボーナス問題がたくさんあります。で、最後が、はい、サンフランシスコ平和条約ということで、まず A、アメリカ政府は、はい、ダレス、えー、ダレスを担当として派遣した。はい、このダレス、よく出るから覚えてあげましょう。答えはこれでしょう。えー、い,いですが、中華人民共和国を招くべき。 この段階ではまだね、えー、中華民国台湾の方が仲がいいのでもちろん、えー、×そして C ですが1953年は小笠原ではなくて奄美です小笠原が返還されるのは1968ですで社会党はこの頃右派と左派に割れてますねだから全面的には賛成するわけないから×ですはいでは以上で終わりということになりました比較的に簡単な問題だったんですね えーまあ、一部の対面鉄道とあのです、ねえー、いわゆる抗日運動のところ以外はほぼパーフェクトで取りたいと思います。もう一回よく勉強をして行、ね、ってほしいと思います。まあ、仕掛けにこの今回の,この立教シリーズンを見てみますと論述問題、ねまあ50時ぐらいから67時ぐらいの説明がまず出るということですね。えー、それからですね従来に比べて生誤率が減ってて生誤も比較的簡単です、えー。ということでですね、まあ、用語をとにかく書いて覚える勉強を徹底して,して,して臨んでほしいと思います。ではままたお会いしましょうか 必ずいいねボタンとチャンネル登録の方だけはよろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。さようなら。